まず最初にオファーを受けた時のご感想って覚えていらっしゃいますか？はい、やっぱりこう地獄少女っていう作品は私が小学生ぐらいの時に連載されている漫画を読んでいたので、やっぱりエンマアイっていうキャラクターだったり地獄少女のその物語っていうものはもう理解していたので、やっぱりオファーをいただいた時は、あ、エンマアイ私にこうやれると思われてるんだというか、私にこうできるのかなっていうやっぱり不安みたいなものも大きかったですけど、まあ、そういうふうに監督さんだったりプロデューサーさんがこう言ってくださっているっていうのを知って、やっぱりすごく嬉しかったですね。原作があるやっぱり作品に携わる時はやっぱりいつも考えていることなんですけど、まあ、原作のファンの方にもちろんこう寄り添えるところはこう寄り添っていきたいなっていうふうに思うんですけど、まあ、100% っていうのはやっぱり誰にでもというか、こう 100% っていうものは正直難しいのかなっていう部分もあって、でも今回こう私がエンマアイを演じることによって、こう映画版のこう地獄少女っていうものがまた新しくこう構築されていく感覚っていうのはすごく面白く思ってもらえるんじゃないかなと思いましたし、まあ、私もできるだけそのビジュアルだったり、まあ、その髪型だったり衣装はもちろんですけど、そのエンマアイとしての立ち振る舞いみたいなものを、まあ、目線だったりとかちょっとしたこの軸がこうしっかりしている立ち姿だったりっていうものから再現できたらいいなというふうに思っていたので、ぜひこう、ね、原作のファンの皆さんにも楽しんでいただけたらなという気持ちでいっぱいです。脚本を読んだ時のご印象なんてのは覚えてたりしますか？はい、脚本はやっぱり白石監督、まあ、今回2作目になるんですけど、白石さんならではのこうタッチというか描写がすごくたくさん盛り込まれていて、まあ、そこも新しい、まあ、白石組の、まあ、地獄少女なんだなと思いましたし、まあ、今回主演としてこう真ん中に立たせてもらってるんですけど、その物語自体はこう2つのパートに分かれていて、こう人間のというかそういうストーリーパートと、まあ、私たちのそういう私エマアイとサンワラのこうパートっていうものと、まあ、そこが組み合わさる部分っていうものがあったんですけど、まあ、その物語パートがすごくしっかりしていて、その人のやっぱり感情の揺れ動き方だったりとか、なぜそういう地獄通信にアクセスしてしまうのかっていうところまでがちゃんとこう拾い上げられて書かれていたので、そこがこうきちんとしているからこそ私たちのパートというかエンマアイのパートっていうものが効いてくるんじゃないかなっていうのは、まあ、脚本の時点から思っていたことだったので、やっぱりそれは試写を見て、あ、やっぱり思った通りだったんだなっていうふうに思いましたね。白石監督2回目だと思うんですけど、はい、いかがですかご印象は？まあ、監督は結構任せてくれるタイプだったんですね、まあ、私には特にこう、まあ、今回本読みっていうものも大々的にはなくって、まあ、その衣装合わせをして監督とこうお話しさせてもらってエンマアイっていうキャラクターを作り上げていったんですけど、こうカメラ前でのちょっとした顔の動き方だったりとかによって、この姫カット部分というかエンマアイのここのちょっとそれがずれてしまうだけでだいぶ印象がこう変わってしまう役というかではあったので、本当にこうカメラ前でモニターで監督がこうちゃんと私の角度っていうものを探ってもらいつつ、あ、もうちょっとこうしてくださいこうしてくださいっていうのは、そこは一番細かくしましたね。それはすごく、まあ、エンマアイならではというか地獄少女ならではの演出方法だったんじゃないかなと思いますし、難しかったのは、まあ、童謡を歌うパートがあるんですけど、4つぐらいかな歌わせてもらってるんですけど、現場で全然テンポ合わせられなくって、私が、まあ、実際にその地元であんまり聞いたことのない馴染みのない音楽だったりとかをしたっていうのもあるんですけど、なのでそこはちょっとアフレコをしながら、まあ、もう一度こうちゃんと歌だけに集中して歌のパートを取れて、そこも良かったなと思ってます。気をつけてたこととか意識したこととかってありますか？うん、今回すごくこう自分のアイディアっていうものも監督と共有させてもらって、まあ、例えばエンマアイの目線っていうものも人とこう目を合わせてっていうキャラクターでは全然ないので、まあ、普段のお芝居というか、まあ、普通対話としてこう対相手っていう風に考え方をするんですけど、というような考え方をするんですけど、
だけど閻魔愛は一回ゼロにしてそういうものをやっぱり人と目線を合わせないとかちょっと伏せた目から上げるタイミングとかで本当感情を伝えなくちゃいけないっていう割とこう限られたセリフだったりシーンでもあったのでそこがちょっと難しかったんですけど、まあ、自分なりにこう瞬きをしないでこうスッとした目線でもう黒目もほとんど動かさずにちょっとした目の開閉だけでするっていうことと、あとはまあ息とかも普通に呼吸してると少しこう肩がこう上下したりするんですけど少しだけそこもなるべくせずにこうスッとしたものを壊さず波風立てずにっていうのを意識してましたね。あとはまあ軸というか、まあ、体の動きもやっぱり動きが少ない方が美しいんじゃないかなと思ったのでそこはなるべくスッとしてあまりこう幅がないようにと言いますか、はい、もう完成した作品を見た時の印象と、うん、印象的なシーンとか、はい、感想ってあります？なんか撮影中めっちゃ大変だったのに、うん、3秒くらいしか使えてないじゃないかみたいなそうですね、やっぱりこう私のシーンなんかもこう CG をたくさん使ったりしていて、まあ、現場だけではこう、まあ、なんて言うんでしょう、想像で補えなかったりするシーンもたくさんあったんですけど、あとまあ単純に私が関わってないシーンっていうのも結構ありましたし、なので試写で見ておおこういう風にまとまったんだっていうのは私自身発見もたくさんあって、まあ、最初のこう童謡を歌って始まりのシーンも閻魔愛から始まるんですけどそこもやっぱりゾクッとしましたし、でもこう人間のパートというか物語のパートのやっぱりシーンもすごく私自身の感情も引っ張られたりとかっていう役者の方のすごく、うん、感情の振り幅みたいなものもたくさんやっぱり勉強になりましたし、うん、の中でもやっぱり白石さんのタッチっていうのがこう顕在していてそこが両方に生かし合っているっていうのはすごくよくいい作品になったなと思っております。本当ですよね、結構盛りだくさんですよね、友情あり、そうですね、ちょっと自然説ありで、恋愛みたいなところもありつつ、うん、で音楽もあり、はい、皆さんこんにちは、改めまして閻魔愛を演じさせてもらいました玉城ティナです。映画地獄少女が11月15日より公開になります。閻魔愛の圧倒的なキャラクターはもちろんその人間の普遍性みたいなものを描いた作品になってますので怖いだけじゃない、ぜひ注目してもらいたいなと思っております。ぜひ劇場でご覧ください。ねえマキ、君さいい声してるね。君は遥かにはそぐわない。付き合う相手も選ぶ。お前の人生めちゃくちゃだろ。最高に幸せだよ。地獄少女、あなたがこの赤い紐を解けば契約は成立する。ただし、やめろって。永遠に地獄だぞ。痛いんでしょ。永遠にだぞ。後悔しても無駄。マキの儀式を汚すな。いいな。よくもハルカちゃんを別人にした。地獄に落としてやれ。一遍死んでみる。地獄少女